ビデオダイアリー October the 1st 2021 by Hiroshi Hayashi Hemet City Japan ビデオ日誌2021年10月1日林博史です。こんにちは。バプティストのヨハネというとですね、皆さんはどんな印象をお持ちでしょうかということですね、あるいはどんなイメージを持ってですね、バプティストのヨハネを想像なさるでしょうかということになります。バプティストのヨハネ、つまりイエスに洗礼を施したデミゴッドということになるのでしょうか。しかし私が調べた範囲ではですね、バプティストのヨハネというのは相当な悪党であったということになります。今ご覧いただいているのがですね、ミケランジェロが描いたとされる埋葬と題された絵です。しかし本当にこの絵はミケランジェロが描いたのかどうかということははっきりしていないんですよね。ただいろんな文書の関係からですね、1501年にミケランジェロが途中で、制作を中止したパネル画のがこの絵ではないかということでですね、一応1501年にミケランジェロによって描かれた絵ということになっています。要するに、この絵は 誰がどのようにして描いたのかわからないんですよね。またどのようにして時代の、底に沈んでですね、その途中から出てくるんですけどもね、そういう大変その謎めいた絵ということです。しかしそれは今日のテーマではありません。一番今左に隅に行ってますけども、この人物は誰かということですけども、同じような体型を持った人物をですね、ミケランジェロがシステナ礼拝堂の天井画に描いています。今ちょっとそれが中央に赤枠で示してますけども、どうしてこの左の人物がバプティストのヨハネかというとですね、中央で赤枠で囲った部分の人物がバプティストのヨハネということになっているからです。で、足がですね、全く同じなんですね。で、一般には今赤枠で囲った、ちょっと右にずれましたけども人物はですね、首を切られていると言いますけども、首はちゃんとありますね。鼻の穴がちゃんと表現されています。ともかくもこの向かって左のこの人物がですね、バプティストのヨハネということになるわけです。システナ礼拝堂の天井画がその証拠ということになるわけです。で、このバプティストのヨハネはですね、今中央のシャマーシュイエスを見下ろしてますけども、大変冷めた目って言いますかね、見下ろしているって言いますかね、そんな雰囲気で見てますね。中央のシャマーシュイエス、イエスならイエスでいいんですけども、その亡くなっていると言いますかね、半死の状態であるならばですね、もう少し悲しげな様子を見せてもいいわけですけども、何かしらね、冷めた目で見下ろしていると言いますかね、下げすんだような目でシャマーシュイエスを見ているということです。中央の人物がシャマーシュイエスだということはですね、右下にフンババの絵が描かれているからです。白抜きになってますけどもね。で、これが、いわゆるバプティストのヨハネということになるわけです。ですから、一つイメージはここで私違いましたけどもね、バプティストのヨハネというとね、どこが小柄で華奢で優しい感じかななんてね、ずっと思ってたんですけども、それが違うということですね。バプティストのヨハネ、筋肉隆々としてですね、胸が大きくてですね、足も太くてってことなんですね。今ちょうどシステナ礼拝堂の天井画が出てきましたけども、右のその絵の右ですね。で、この、一般的な説明によればですね、右で、ベッドの上に横たわっているのがバプティストのヨハネだと、首を切られた後のバプティストのヨハネってことになってますよね。しかし右、赤枠で囲った部分の人物には鼻の穴が表現されています。つまりこの人物には鼻が、顔、頭はあるということですね。そしてその右腕を上に上げてますね。首を切られた人間がですね、腕を上に上げるなどということはありえないわけです。つまりこの人物はバプティストのヨハネならヨハネでいいんですけども、ベッドの上でね、要するにのうのうと横になって休んでいるというわけです。で、この人物の足と左の人物の足が一致するわけですよね。そういうことから、右の人物がバプティストのヨハネであるならばですね、左の埋葬と題された絵の中に表現されている赤い服を着た人物もバプティストのヨハネということになるわけです。で、そのバプティストのヨハネがですね、中央にシャマーシュエースを引いて冷ややかな目で見ている
ということはですね、何らかの形でシャマシエスの殺害に手を貸したということになるわけです。で、帯を握ってますね。これは体を締め付けるための帯だと私は判断しています。これで胸をですね、両方から力を入れてガーッと締めることによってですね、血流を止め、そして呼吸ができなくしてですね、相手を拷問しながら殺すという方法なんですね。今ちょうど足を比較してますけど、全く同じなんですね。中部角見てください。左の足は埋葬の中の絵であり、その右にあるのはシステナ礼拝堂の中に描かれている絵なんですよね。同じってことです。つまりこの左枠の中で描かれているバプティストのヨハネは頭があるということになりますと、首を切られて棒の上に乗せられた人物は誰の頭かということを言いますと、システナ礼拝堂に向かって左側の人物の、壺入れの刑を受けている、その人物の頭ということになるわけです。誠にもって残虐な、拷問方法ですね。体をすっぽりと壺の中に入れてですね、徐々に死んでいくのを、徐々に死んでいくというか、徐々に殺すのをですね、殺していくという、残虐な刑罰であったわけです。それがですね、シーサの礼拝堂の天井画に表現されているということになります。中央はですね、いろんな画家がですね、バプティストのヨハネが首を切られているシーンを表現してますけども、知らなかったわけですよね。無知ゆえに、このような絵を描いていたということになるわけです。もう一度この埋葬を見ていただきたいんですけども、中央がシャマシエスです。で、その向こう側にいるのがこれユダです。で、左に下をじっと見ているのがこれがバプティストのヨハネということになるわけです。で、向かって右にいるのがこれがイナネア・マリアです。足が1本しかありません。一見すると2本あるように見えますけども、この右の人物の足をまた別のところでよく見てください。足が1本しかありません。そしてその右に、隠れてますけども、これがシャマシュエスの妻のベタニアのマリアということになります。これはそういう絵だということですね。で、左の人物がバプティストのヨハネということなんですね。それを順にこう証明していくわけです。となるとですね、バプティストのヨハネと、マリア、イナンナ・マリアとは仲が良かったということはそれは分かってますけどもね、しかし、そういう人物であるということですね。つまり、普通の関係ではないということですね、要するにね。これがバプティストのヨハネということになるわけですけども、この絵によってですね、私自身もですね、バプティストのヨハネに対する、なんて言いますか、印象、イメージがですね、大きく崩れると同時に変わりました。で、右下に白抜きで書いてある、未完成、未完の対策と言われているのは、この白抜きの部分があるからですけども、これがメソポタミアの怪獣、フンババです。シャマシイエスのですね、ペットだったわけです。で、巨大なモンスターであったそうですね。イースターによるとですね、ですから、この埋葬の絵の向こうに岩の形で、その巨大モンスターの横顔が表現されています。で、もう一度この中央のですね、一般にはこれがバプティストのヨハネと言われてますけども、注意深くご覧ください。ただしこの絵もですね、修復されてまして、修復後の絵はですね、大変見にくくなっています。しかし修復前の絵で見てくださるとですね、この体の向こう、屈強な体ですね、胸が大きくて足が太くて頑固な、ごっつい体ということになるわけですけども、この人物には鼻の穴が表現されています。つまりこの人物は死んではいない。休んでいるということになるわけですね。で、一般にはこの人物の首を取って棒に乗せて運んでいる絵だということになってますけども、そうしますと中央で描かれている2人の人物がですね、首を乗せた棒をですね、後ずさりして運んでいることになりますから、不自然だというわけです。そういうところからですね、このバプティストのヨハネという人はですね、首を自分がはねられる場面においてもですね、別人を替え玉を置いてその人の首を差し出して、そのヘロデ・アンティパスでしたか、その人の前に差し出したということになるわけです。中央に、右に行きましたけれども、2人の人物が、これは女性か男性か本当のところ分からないんですけども、私も、生首を運んでますね。これがもし向かって右側のバプティストのヨハネのものであるならばですね、この2人が後ずさりしながら首を運んでいることになりますから、不自然ですね。ですから、この2人が運んでいるのは向かって左側の壺入れの毛を受けている人物の首ということになるわけです。順に今証明してきますからね、皆さんもぜひ細かく見ていただいてですね、納得していただきたいと思います。ともかくもこれがバプティストのヨハネだということです。繰り返しになりますけれども、この目つきは普通じゃありませんね。そして向かって右側のイナンナ・マリアの目つきも普通じゃありませんね。これがイナンナ・マリアであることはですね、他の絵で照合して証明しました。
ベネチアの絵に全く同じような、ね、ポーズで描かれている人物がいますけれども、その人物の下には15という数字が隠し込まれていました。一文字の形でね、15というのはイナナ・マリアの神聖数です。まあ、そういうふうに連続的につながっていくわけですけれども、つまりこの人物はイナナ・マリアということになるわけです。もう一つ右の絵を見てください。赤枠で囲ったのは、一応一般説によればこれがバプティスト・ヌハンデで、首、この人物の首が切られたということになっているわけです。まあ、しかしそうではなくて、向かって左側のね、つぼ入れの毛を受けている人物の首が切られたということです。そして一見首があるように見えますけども、あれは首ではありません。穴です。いわゆる穴開きドルメンの穴ということになるわけですね。まあ、ここで何を照合しているかと言いますと、一般にこの赤くて囲われている部分 の人物がですね、バプティストのヨハネということですから、左の人物もバプティストのヨハネということになるわけです。足が一致しました。中部からご覧ください。全く同じなんですね。まあ、こういう形で、まあ、そのこうした絵を描いた人、神はですね、私たちに、まあ、そのいわゆるメッセージを残したということになるわけです。皆さんが知っている人物はそういう人物ではありませんよということですね。そして同じ人物をですね、右のパブロ・ピカソがゲルニカの中で描いています。いろんな意味でこれ同じなんですよ。一番右に描いてある。これさっきゲルニカの中の人物、これは階段まで殺された人物ということになるわけです。粒色の形ですね。足が折れて、そして5本の指が表現されています。そして壺の上からむにゃむにゃっと蛇が出てますね。蛇です。で、この左のですね、システィーナ礼拝堂の天井画の人物もですね、ぐにゃぐにゃっと、まあ、蛇が何匹か描かれています。今まるで囲んで、左の丸はですね、これは首じゃありません。一見すると首があるように見えますでしょ。左の人物の左の丸、これは首じゃなくて穴です。その向こうに人差し指のような指が見えています。一見すると耳のように見えますけども、穴の向こうにある誰かの指ということになります。つまりこの人の左の人物の首を中央の二人の、ね、女性っぽく見える人が盆の上に乗せて、頭の上に乗せて運んでいるということです。で、右の人物はちょうど右中央に来ましたけども、鼻の穴が見えるのが分かりますか。体の向こうに今ちょうど丸で囲んでいましたけども、鼻の穴が見えますね。つまりこの人物には頭があるということです。まあ、このような形で、まあ、ミケランジェロなる、まあ、人物を通してですね、この絵を描いた、まあ、その上の方、神はですね、私たちに、まあ、いわゆる極めて重要なメッセージを残したということになるわけです。今鼻の穴を皆さんにご覧いただいていますけれども、これが花として表現されているということです。もしこの人物がですね、首を切られているとしたならばですね、右腕を上に上げることなど不可能です。でもこの人物は右腕を上に上げてますね。つまり死んではいないということです。一方この左の人物はですね、つぼ入れに刑を受けられて、そして足が左の方に折れ曲がってますね。同じ足をやっぱり右のパブロ・ピカソの絵の中でも表現されています。そして手に蛇を握っているの分かりますか。向かって左の手、今隠れましたけれども、でこの腕もですね、どこか蛇のように見えるわけですね。つまり蛇を模していると私は考えています。もう一匹下の方に蛇が表現されてますけれどもね、右のパブロ・ピカソの絵の中にもやっぱり蛇が表現されています。ぐにゃっと曲がったのが爪の半分出てますね。で手が両方出てる。そして足も右の方に黒いのでちょっと見えにくいんですけども、指がちゃんとね、足の指が5本書いてありますから足だと分かります。足が折れ曲がっているということです。まあ、これ中央はですね、中国の昔の刑罰法ですけども、壺入れの刑をしているような、ね、写真などあるはずもありませんから、まあ、この絵を代用してですね、昔はこのような形でその人のね、行動的な自由を奪ってですね、そしてまあ拷問しながら相手を殺すという方法がなされていたということを、まあ、皆さんに分かっていただきたいので、このような絵を写真をですね載せました。つまりこのパブロ・ピカソの一番右に書かれているのは、いわゆる、まあ、バプティスト・ヨハネの代わりに殺されたかわいそうな、まあ、リプレイスメント、いわゆる、まあ、ということですね。まあ、なんて訳しているか分かりませんけども、替え玉というのが最もふさわしい言葉ですから、替え玉という言葉を使っています。そして一番左の今システナ礼拝堂の天井画をもう一度よく見てください。頭があるように見えますけども、これは頭じゃありません。首が細すぎますね。そしてその人物の生首をですね、中央の二人の人物が運んでいるということになります。これならば動きが自然ですね。向かって左から右へと動いています。で今のうちにね、まあ、これがどのような説明されているかということをですね、あちこち調べてみてください。
いろんな、ね、芸術家、美術評論家がですね、まあ、いろいろともっともらしい、まあ、説明をしながら、その一般説を紹介しています。で、この人物、この中央の人物はミケランジェロを模したものであるとかで、まあ、いろいろ言われてますけども、この人物は左側の人物の生首です。まあ、ミケランジェロの顔に似せたかどうかということは別にしてですよ。まあ、です、ここに鼻の穴があると、つまり繰り返しになりますけども、鼻の穴があるイコール頭があるということですね。はい、バイハヤシヒロシ発見ですよ。つまり誰もこの500年間この鼻の穴に気がつかなかったということです。つまりここでこういう形でね、まあ、そのこの絵を描いた神はですね、私たち人間に、まあ、強烈なって言いますかね、キリスト教史をひっくり返すような事実を教えたということになります。皆さん、バプティストのヨハネが、つまりね、ヘロデ・アンティパスの、ね、命令によって、まあ、サロでのね、願いを入れた形で、そのバプティストのヨハネの首を切ったって話は嘘ですよってことですね。事実、聖書の中の外伝によればですね、つまりバプティストのヨハネはですね、首を切られた後しばらくしてからですね、ひょっこりと別の場所に顔を出しますよね。で、それを指して、まあ、周りの人たちは復活した、復活した、ね、バプティストのヨハネが復活したっていうのことを書いてますけども、復活するも何もね、もともと殺されてないわけですから、ですから、まあ、何でもなかったということですね。同じようにシャマーシュイエスも殺されてますけどもね、まあ、要するにそういったその虚構の歴史って言いますかね、嘘に嘘を塗り固めたような歴史が、まあ、そのキリスト教、いわゆるマリア教の原点になっているということです。それはもう事実ですね。もしお疑いの方は皆さん自身で納得して、そして自身で、いわゆる私たちが知っているキリスト教史というものがどういうものかということを、まあ、自ら学ばれると言いますかね、検証なさることが一番かと思います。林浩がデタラメのことを言っているのか、あるいは歴史そのものがデタラメだったのかということを、まあ、こうした絵を通してね、皆さんにも納得していただけると思います。で、パブロ・ピカソもですね、実はそんなこと知る由もないんですよね。なぜならば、こうした事実を発見したのは2012年後の私、林浩ですからね。このシステム礼拝堂の天井画の向かって右側の人物には鼻の穴があるということも、林浩が発見して、パブロ・ピカソが知るはずもないわけですね。そしてその生首というのは左の人物の生首であるということも、パブロ・ピカソは知る由もなかったはずですよね。ところが、パブロ・ピカソはゲルニカの中でそれを描いているということはですね、つまりはパブロ・ピカソも上の人の、まあ、いわゆる指導、あるいは上の人に描いてもらったかどうかは別にしてですよ、まあ、そうした絵を描き与えられて、自分でも何が何だかさっぱりわからないまま、ゲルニカという戦場のね、まあ、ゲルニカの惨状を描いた絵として発表したということになるわけです。ともかくも、まあ、パブロ・ピカソもいわゆる、まあ、神の指導を受けていたということですね。すなわちミケランジェロのこの絵を描いた人物もですね、右のパブロ・ピカソのゲルニカを描いた人物も、つまりその上の神ということになるわけです。言い換えると、神が存在するというこの2枚の絵を比較することによって、実際にそれを私たちは知ることができる。まさに絵が残っているということはですね、つまり物的証拠が残っているということになるわけです。つまりこの絵をですね、もう一度皆さんしっかりと吟味検証してみてください。そうしますとですね、神がいるという、まあ、物理的な証拠をですね、皆さん自身にも納得していただけるわけです。今から500年前のミケランジェロ、今から80、90、90年前のパブロ・ピカソがですね、全く同じコンセプトを持った絵を描いていたということです。まあ、要するに、ゲルニカというのは神々の絵ですけれども、犠牲になったこの哀れなね、いわゆるバプティストのヨハネの代わりに殺された男、それからシャマーシュイエスの代わりに殺され、十字架にかけられて殺された男、2人をですね、その神の騒乱図の中に入れているということはですね、まさにそれは神の優しさでもあるわけです。神の騒乱図を描きながらもですね、そうした神の中の2人の神についてね、その神の犠牲になった犠牲者を、パブロ・ピカソを通して、まあ、1500年のカイン・キリストということになるわけですけども、神がですね、まあ、そのゲルニカの中に書き込んだということになるわけです。そこにある意味のね、まあ、ある見てますかね、意味で、そうした絵を描いた神の優しさが表現されているということではないでしょうか。もう一度確認してください。今、左の丸の中に書かれているのは頭ではありませんよ。穴ですよ。穴あきドルメンの穴ですよ。首が細すぎますね。そしてその向こうに見えるのは耳じゃありませんよ。耳じゃない、指ですよ。
人差し指ですよ。比較してみると分かりますね。そして、まあ、要するに右のパブロ・ピカソの絵の人物の、ね、首を切った状態が左の人物ってことになるわけです。窓の形が、ね、四角と丸っていうふうには違いますけども、これはあえて、ね、そのようにしたんじゃないかと思います。あまりにも、ね、簡単に謎が解けてしまうことに、まあ、その子の右の絵を描いた、ね、画家が、まあ、そのように感じてですね、丸を四角にした、つまり窓だということにしたということになるわけです。まあ、つまり頭を切られたのはその向かって左側の人物の頭ということになってくるわけです。まあ、こうしてですね、この2枚の絵を比較することによってですね、まあ、つまり神は存在するという証拠になるわけですよね。皆さんの中にはですね、神なんているかなんてね、考えていらっしゃる人も多いかと思いますけども、まさに神はいるわけですね。で、1937年から、まあ、今日までですね、まあ、40年、60年の20年、80年ですね、やっぱりね、80年近くですけども、宇宙の時間、いわゆる神々の寿命ということも考え合わせるならばですね、1937年というのは、つい先日、先日にもならない、つい昨日、つい昨日にもならない今朝ということになるわけですね。つまりこの直近、この時代において、神は存在するという、これがまさしく物的証拠ということになるわけです。ですから先ほど言いましたよね、皆さんの中にも神なんて存在しないよ、するのかなというふうに迷っておられる方はですね、この動画、この絵ですね、じっくりじっくりご覧ください。いいですか。500年間誰も気がつかなかったんですよ。そしてその穴あきドルメンの絵がですね、左のこの下の方に描いてありますから、それでわかるわけですよね。穴あきドルメンです。今2人の人物が歩いているその下に穴あきドルメンが描いてあります。そしてその全く同じ穴あきドルメンの絵をですね、今度はアンドレア・デル・ヴェロッキオと、ね、でレオナルド・ダ・ヴィンチの合作と言われているイエスの洗礼の絵の中に描いてあるんですよ。イエスの洗礼の中の中央に描いてある穴あきドルメンと、ここの今ちょうど下に出てますね、下に出ている穴あきドルメンと比較してみてください。これ穴あきドルメンなんですよ。 岩を組んでその下に丸い穴が開いてますからね、全く同じなんですよ。じゃあ誰が描いたのかということになるわけです。つまりこの絵もですね、つまりはいわゆる1500年後のカインが描いたものだということになりますし、イエスの洗礼の絵もですね、アンドレ・デル・ヴェロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの合作ではなくて、その上のカイン・キリストが描いたということになってくるわけです。まあ、つまりこれは頭じゃなくて穴だということです。そしてその穴あき、これは穴あきドルメンの中にいる人物を描いたものだということは、その下に穴あきドルメンが書いてあるところから皆さんにも納得していただけると思います。つまり上に、まあ、右の上に書いてあるパブロ・ピカソの、まあ、その両手を挙げてますけど、その上に書いてある四角というのはですね、つまりは窓ということになるわけですね。ですからこのつぼ入れ抜けを受けているこの人物がですね、助けてくれ、助けてくれ、助けてくれ、苦しいよ、辛いよって言ってるところですね。でその間を蛇がですね、ぐにゃぐにゃぐにゃ。ですから左の絵の中にも、神聖な礼拝堂の天井が左の絵ですよ、その男が握っているのは蛇ですよ。よく見てください、蛇の頭がちゃんと表現してあります。ぐにっと手で握ってるんですよ、右手で蛇の、ね、首を掴んでます。そして下の方にもぐにゃーっと蛇が伸びて書いてあります。蛇ですね。こうして蛇で一致していくわけです。そして足が折れてます。両方とも足が折れてます。ですからそのズボンのような先にはですね、指が5本ちゃんと書いてありますから、この向かって右のね、このパブロ・ピカソのこの絵の足にもですね、明るくしてみると分かるんですけども、足の指がですね、5本書いてあります。もうここまで一致しますと違うということはもう無理ですね。全く同じだということです。つまりこのような形でパブロ・ピカソ、それからミケランジェロが同じ絵を描いたということです。同じ絵を描いたということです。もちろんミケランジェロはそんなこと知るはずもありませんでしたし、そうでしょう、当時の状況からして皆さんと同じ常識を持ってましたからね。いわゆるバプティストのヨハネはヘロデ・アンティパスによって殺されたんだという、首を切られたんだという常識ですよね。それ以外の考え方はあるはずもない。そういうことを見つけたのは2012年以後の私林博史ですから、ミケランジェロは知る由もなかった事実です。ヨハンやパブロ・ピカソは知らなかったですね。まあ、一般的にはパブロ・ピカソは天才だと言われてますけども、実際にはこの絵について言えばですね、パブロ・ピカソは私にもわからないということを、まあ、どこかの出版社のインタビューに対して答えてますね。全くパブロ・ピカソも知らなかったわけです。その知らない2人の画家が全く同じ絵を描いていたということは、つまりこれらの絵を描いた人物が別にいるということです。つまりその別の人物ということが、つまりは神ということになるわけです。つまり神の存在の証明ということになるんですよ。ですから無神論の方も、ね、会議派の人も
まあ、そういう人もですね、この絵を2枚じっくり見て、私以外の解釈ができるものかどうかということを皆さんも考えていただきたいと思います。できるんなら、まあ、もしねそこに穴がありますから、神はまだいるとは断定できませんけども、私は何度も、まあ、自分の、ね、脳みその中で反芻してみましたけども、それ以外の考え方はないという意味で皆さんに今断言します。これがまさしく神の存在を示す物的証拠ということになるんですよ。いいですか。物的証拠なんですよ。憶測や想像や空想や妄想で私が積み重ねて、そして、まあね、この前もありましたけども、要するにこじつけにこじつけて私が作った話ではないということです。でこれはですね、今この人物がどちらの方向からどちらへ歩いているかということを考えているものです。左から右、これはあの読者の一人がですね、私がそうした意見を発表した後ね、その通りですということで、アンリさんという方からですねメールいただきました。先生のおっしゃる通りですと。この人物は先生がおっしゃるように左から右に歩いているということなんですけども、足の動きの運び方から見て、この人物2人はですね左から右へ動いて、すなわち頭の上に乗せている首はですね左側の向かって左側の人物のものですよ、私も納得しますということを書いてきてくださいました。確かにそうなんですね。つまり白い服を着ている人がですね、後ろをそのなってますか、これから進む進行方向を注意しながら、誰かいるんじゃない、見つかるんじゃないかしらと思って、まあ、なってますかね、心配そうに警戒しながら歩いている。で左に人物はですね、頭の上に重いものを乗せてますから、腰をかがめて膝を曲げて前に歩いているということですね。もしも逆に歩くならばですね、アンリさんがおっしゃるように動き方が不自然だというわけです。まさにビンゴですね。私の説を裏付けてくださいました。まあ、繰り返し重ねてアンリさんにお礼申し上げます。ビンゴです。私の説を裏付けてくださりどうもありがとうございましたというところですね。まあ、こうして謎が一つずつ解けていくわけです。まあ、これからその場面が出てくるかどうかは別にして、この下の人物に今ちょうど下の方ですね、ここには穴開きドルマンが書かれています。穴がちゃんとあるんですよ。下の方に丸い穴が、岩があってね、つまりこの2人の上はですね、穴開きドルマンの上を歩いているということです。穴開きドルマンイコール人を閉じ込めておく檻ですよね。子供、特に子供を閉じ込めておく檻であった説、by林博士へとつながっていきます。それはあのイエスの洗礼、アンドレ・デラ・ペクルとレオナルド・ダ・ヴィンチの画作と言われているイエスの洗礼の絵がそれを証明しています。また別のところではね、例えばレオナルド・ダ・ヴィンチの描いたセント・ジェロームの絵がそうですね。あの中央にあるのが穴開きドルマンであり、中央下のね、まあ、そのセント・ジェロームなんていっぱいに言われてますけど、その人の腹にはですね、憎しみと怒りに満ち溢れた子供の顔が表現してあります。それはまた別のところでね、説明しましたのでまたご覧になってください。ともかくもここで重要なことはですね、これら2人の人はですね、左から右へと歩いているということです。ここがポイントですね。つまりこの繰り返しになりますけども、この2人が運んでいる生首は向かって左側の人物のものであるということになってくるわけです。まあ、こうした事実をね、ひねじ曲げて現代の美術評論家の先生たちがどのように説明しているかということはですね、今のうちに見てください。どん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 書き換えてますからね、実に狡猾ですよ。徐々に軌道を修正して、ちょん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 とね、まあ、その私の説を盗んでは、まあ、ちょん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 と改変して書いていくっていうのがですね、現在の学者の先生たちのやり方、もうあちこちそれされてますからね、まあ、私自身もあまり愉快ではありません。まあ、ともかくも今のうちに読んでね、どんな説明をしているかということをお読みになったらいいと思います。そしてその上でですね、どちらがこじつけかということを皆さんも冷静に判断していただきたいと思います。私林博士が言っていることの方がこじつけなのか、あるいは一般に流布されているような、ね、説の方がこじつけなのか、あるいは日本 の、ね、美術評論家の先生は外国の文献をそのまま、ね、翻訳して自分の説として発表してますから、外国の説と日本の学者の先生の説が一致するということはほとんどがそうですね。ですから、まあ、よく読まれるとですね、最近はウィキペディアイングリッシュとね、ウィキペディアジャパニーズ日本語版とね、比較して読むことによって、まあ、どちらがどのようにパクっているかということがよくわかりますから、今のうちに比較なさっておかれることの方が賢明かと思います。楽しいですよ。まあ、楽しいですよなんて言いけませんけれどもね、要するに今ここで書かれているのはですね、ヘロドのね、まあ、話しかけてもそういうことですね。要するにバプティストのヨハネの首がですね、どのようにしていつ切られたかということです。
まあ、説を紹介しています。紀元後33年もしくは36年の間に殺されて、まあ、イエスがですね、まあ、33年頃殺されてますから、その後バプティストのヨハネも殺されましたということをここで、説明しているわけです。キングヘロデアンティパスのね、がまあそれに、まあ、その応じたわけですよね。その何でも君お前の欲しいものあげると言いましたら、母親にそそのかされたね、サロメですよね。それがバプテストのヨハネの首が欲しゅうございますなんていうもんですからね、まあ、ヘロデがですね、そしてその皆の前で約束した以上、そしてまあ首を切って渡したということです。でバチカンのその様子がですね、これ大変重要な絵だと思いますね。中央に書かれてますからね。ですから、まあ、その中央に書かれている中でそれが表現されているということですね。まあそういう絵だということです。こうで書かれてますね。そして頭を運んでると、まあ、そういうこの、ごめんなさい、これは中央じゃありませんでした。中央はあのごめんなさい、アダムの創造でした、ちょっと今勘違いしました。ともかくもですね、そうですね、ごめんなさい。でともかくもこの七つの礼拝堂の天井画はですね、一つ一つ全てがそうした意味を持った、重要な意味を持った天井画であるということですね。ですからこの絵の解釈が、まあ、それぞれ一つずつについてなされたらですね、つまりこのいわゆる私たちが知っているローマンカトリックバチカンはどっかへ吹っ飛んでしまうでしょうね。例えばアダムの創造にしても、あれはですね、アダムが創造される絵ではなくて、いわゆるカイン、キリストとね、アヌオ、いわゆる、まあ、ゼウスですよね、との決別、いわゆる、まあの示した絵であるということです。つまりカイン、キリストがですね、まあ、もっと言えばエルシャダイ、ヤウェとね、たもとを分かとうとしている、まあ、極めて深刻な絵だということですよね。まあ、そういう形で、まあ、その七つの礼拝堂の天井画にはですね、それぞれ、まあ、その神の、ね、メッセージが、まあ、深いメッセージがいわゆる書き込まれているということです。まあ、そういう解釈をです、解釈と言いますか、まあたくさんしてきましたので、また興味のある方はですね、そういう目で私の動画を見てくださると嬉しいです。まあ、こうした絵をですね、繰り返しになりますけれども、パブロ・ピカソも描いていたということです。何故にパブロ・ピカソがですね、そんな絵を描けたかということになりますけれども、パブロ・ピカソは前にもちょっと言いましたけれども、宗教家として理解できる絵というのはあのゲルニカを除いて他にないんですよね。つまり例えばパブロ・ピカソがですね、こうした事実を知りながらですね、あちこちでその布石として、あるいはその下絵としてでもいいわけですけども、描いていて、それが結集された形でゲルニカという絵になっているならばですね、私も納得できますけども、パブロ・ピカソはそうした、まあ、深い、まあ、造形といいますかね、宗教観のあるいは一枚も描いてないんですね。ですから、まあ、意外とパブロ・ピカソさんという方はですね、まあ、宗教についてる、まあ、その深い、ね、理解、造形の造形というのはですね、全くなかったんじゃないかと思いますね。まあそういうことです。まあ、それ以上言いますとね、その天下のね、パブロ・ピカソさん、ピカソさんにの、まあね、ますかね、ハムカンみたいで私はあまり好きじゃないんですけども、要するに私たちが考えているような、まあ、画家ではなかったということですね。はい。で、まあ、これが顔はで確かにミケランジェロの顔に似てることは似てるんですけどもね、要するに誰であるにせよですね、この向かって左側の人物の生首だということです。しつこいですけど、ここはですね、重要ですね。皆さんも納得していただいてですね、そして、まあ、その、ということでね、右が今の穴あきドルメンを内側から見た、これは公開撮影に残っている3000個以上あるわけですけどもね、残っている穴あきドルメンの中から撮った写真です。まあ、この中に、ね、閉じ込めておいて、外から蓋をするわけですよね。もうここに入れられますと、人間はもう出られませんよね。一般には公開撮影はこれを食料庫というふうに言ってますけども、こんなところに食料を入れていたらどうするかということですね。子供がやっと通れるほどの大きさしかありませんからね、この穴というのは。大人は入りませんよ。そこに大きな、ね、石の蓋がしてありますから、あの蓋を上げるのに10人や20人では開けることはできないでしょうね。まあ、それがですね、この左のですね、七つの礼拝堂の天井画に表現されているということを今皆さんにご覧いただいています。丸いです。そしてその向こうに指があるのはそのためなんですよね。つまり左の人物は穴あきドルメの中にいるということです。先ほど人差し指と言ったんですけども、人差し指はこのような形で曲がるのに、まあ、最もよく似た形だということで、まあ、これが穴あきドルメン、今左の穴を塞いで見ましたけどね、まあ、こういう状態だということで、つまり首はないということですね。で右の方がですね、穴あきドルメン、すなわちいわゆる人間を食用のね、人間を閉じ込めておいて、そして適時取り出して食べていた、誰かが食べていたという、まあ、
ドルメンであるということですね。ヨーロッパにもあちこちにあったみたいですね。今はほとんど残ってないということですけども、現在はコーカサス地方に残っているということですね。3000個あるそうです。まあ、あの辺ではね、人身訓議っていうのがされてましたからね。まあ、大体人身訓議というのは子供、女の子が食べられたわけですけども、人身訓議の場合はですね、いわゆる頭の頭蓋骨と体の骨がバラバラになって見つかるのが通常ですからね。つまり頭がどこかにゴロゴロと転がっている、頭蓋骨がね。で、一方に体の骨がですね、どこかに固まっているようであるならば、いわゆる人身訓議によってですね、そしてその犠牲になった子供たちということになるわけです。まあ、現代に今もですね、動物をその食べるときにはそのような方法を使いますけどもね、頭だけ取って、まあ、その体をぶら下げておいて適時ね、切り取って肉にして売っているっていうのは、まあね、現代の方でもそういった風習が残っているわけです。右がですね、これは先ほどちょっと言いましたイエスの洗礼の中に表現されているアナーキドルメンです。左がですね、ミケランジェロのシステナ礼拝堂の中に描かれているアナーキドルメンです。明るくしますと一番下に穴が見える、これ今黄色い枠ね、ここに穴があるんですよ。そして見てください、全く同じなんですよ、全く同じなんですよ、もう一度、全く同じなんですよ。おかしいと思いませんか。左はミケランジェロですよ、右はねダヴィンチですよ、なぜ同じ絵が描けるんですかってことになるわけですね。いわゆるミケランジェロが真似したということになるわけですけどね、年代的に見れば。しかしそんなことしなくて、知るってかするもないもん、ね、何もここに 見ていただくように全く同じだということです。いわゆる風合いね、感じ、描き方、色使い、それから色温度もみんな同じです。まあ、要するにこれが穴あきドルメンがここに書いてあるということなんですよね。まあ、こうしたここに穴あきドルメンが書いてあるということも、やはりこの500年間誰も気がつかなかったと思いますよ。またこれについて論評した論文というのは私は見たことありませんからね。まあ、2012年以後、まあね、今はね、あちこちでパクられてますから、パクってる人はね、あたかも自分が発見したかのように、あのな、そういうこういう説を発表してますけれども、まあ、パクリはパクリですよね。はい、あのデュポンという会社はね、合成ゴムを作るのに3年かかったんで、そうですね、300人の研究者を使って3年かかったそうですね。しかし 3年かかって論文ができた。それをですね、東京大学の理学部の学生が取り寄せてて、合成ゴムを作ったらたった1週間でできたそうですね。そういうもんなんですよね。まあ、パクるということはそういうことなんですよ。まあ、ですからデュポンがね、まあ、それでまああれだけの大きな会社になったわけですけども、300人の研究者が3年かかって作ったね、合成ゴムをですね、まあ、日本の東大の学生は1週間でそれをまあ研究して作ることができたということですよね。まあ、パクるということはそういうことだということです。まあ、要するにこの穴あきドルメンの説明をもう少ししておきますと、左がですね、イエスの洗礼、バプティズム・オブ・ジーザスの絵ですけども、その中央にあるのがですね、アナギドルメンです。その証拠に周りの子供たちの顔を見てください。目は崩れ、鼻は崩れね、目の周りにクマができてね、そして、まあ、その虐待を受けている、口も崩れてますよ。いわゆる、まあ、餌の子供だったということになります。ですから、まあ、この右の2人、これはあの中央はシャマーシュです、右はですね、カイン・キリストです。あのバプティストのヨハネではありません。あのバプティストのヨハネはもっとごっつい体してますからね。ですからこのカイン・キリストということは、この右のいわゆるバプティストのイエスの洗礼の中に描かれている右側の人物がカイン・キリストであるということはですね、この人物の顔とシステナ礼拝堂の今度は壁画の方のイエスの顔と一致します。ただし年齢差がありますからちょっと比較しにくいんですけども、顔というのは違いがないという点で同じ顔と判断するわけです。今右の上でね、高架札の方で撮られた写真を見せてますけども、ちょうど撮ってますか、やっと子供がですね、出たり入ったりできる大きさだということです。一般にはですね、あのこんな説もあるんですよ。あの中からあの子供の人骨が見つかっている、まあ、そういうドルメンもあるんですね。それですから、まあ、子供を埋葬した墓説まであるわけですけども、そうではなくて餌として入れられた子供がですね、穴のそのドルメンの中で死んでしまったというケースではないでしょうか。まあ、ともかく墓、なでもね、あの老齢 の, その研究者の方は墓が好きですからね、日本でも何でもね、古墳を見つけると墓だ墓だ墓だ、でまた古墳見つけると墓だ墓だ墓だって、もうテレビでもね、一斉にそういうふうに合唱しますけどもね、まあ、年を取ってくるとだんだん墓が好きになってくるんでしょうね。まあ、要するに私はあまり好きじゃありませんけどね、はい。まあ、ともかくもしつこいですけども、こうして謎が解けていったということです。つまりここが結論ということになりますけども、中央の人物が運んでいる、2人が運んでいる首はですね、向かって左側の人物の首であるということです。右側の一般に言われている右のそのヨハネの首が切られて、それを運んでいるのではありません。ヨハネはこのようにのうのうと深いベッドの上に乗って素裸でね、そしてあの外国人はみんなスパーダカで寝ますからね、
まあ、今でもねアングロサクソン系の人たちはスパダカ寝てますけども、要するにスパダカでね右腕を上に上げて寝てるわけです。繰り返しになりますけども、首を切られた人がですねこのように右腕を上げることはできません。そのことは常識じゃないですか。しかしそういう常識を乗り越えてですね、ねじめにねじ曲げられてねじ曲げて、右が人物がヨハネである、その指ヨハネの首を運んでいるのが中央の二人であるということを言っているわけですけども、ミケランジェロを通して1500年後のイエス、カイン・キリストはこう言っているわけです。皆さんの常識を一回全て解体しなさい、もう一回誘拐して、そしてそれを組み立て直しなさい、凝固しなさいと言って教えているわけです。まあ、そうしないことによってですね、私たちは神に近づくことができないわけですよね。つまりこのような形で、まあ、その私たちにメッセージを残してですね、で、まあ、この絵を描いてからちょうど500年後の、まあ、私のような人間が、ね、いつか出てくることを、まあ、そのこうした絵を描いた神々がですね期待しながら、そして500年後の私たちにメッセージを残したということになるわけです。今こうした謎がですね私たちの手によって解け始めているわけですよね。つまり神に近づいているわけです。それはそうでしょうね。私逆の立場ならわかるんですよ。嘘に嘘を塗り固めたような歴史でね、自分たちが美化されるよりはですね、自分たちの神の姿を直接人間に知ってもらって、すべて洗いざらい話して、その上でつまり人間と神の関係を作り直していこうということですね。つまり裏を返して言うとですね、つまりは神がですね、やっと今人間に対して門戸を開いたということになるわけです。さあ皆さん、これからはね、もういわゆる上下関係のある絶対的な神と、そしてそれに隷属する人間との関係ではなくて、つまりは対等の関係として、私たちの話を全部しますから、ね、それを見て、そしてもういわゆる人間の皆さん、私たちに近づいてきてくださいねということを、そういう意味でね、神自身が人間に門戸を開いたということにもなるわけです。そして私はそうした事実を知ることによってですね、まあ、ある意味でそれは驚しい世界かもしれませんよ。なぜならばこうした神々のね、いわゆる驚しいそのストーリーって言いますかね、話って言いますかね、そうしたその構想事件をですね、構想関係をですね、まあ、絵を通して知るわけですけども、まあ、それはある意味でね、純真な、まあ、その今までね何も考えないで信仰してきた方にとっては大変まあショッキングな話かもしれませんけどもね、実現にね、バプティストのヨハネはね、まあそのまあね、教会にもなってますし、バプティズムってことはまあ、カトリックでもね柱に置いてますからね、そうしたそのヨハネをですねこのような形でそのまあバラバラにするといいますかね、謎を解くことによって解体することによってですね、ショックを受ける人、まあ失望する人、いろいろいらっしゃると思いますけども、そういう方ほどね、もし私の説に何かね疑問を持たれましたら、今日のこの動画をですねじっくりと見ていただいて、そしてご自身で判断していただきたいと思います。まあ、このあたりでね、今日のビデオであり終わりたいと思いますけども、まあ、要するにこのシステナ礼拝堂の天井が、この、まあ、これはリビアの巫女じゃありませんね。これは巫女、これ一見女性に見えますけど、これ男性だと思いますよ。胸がありません。それから、手にはですね、なんかサポーターのようなのはめてますけども、ケムクジャラの腕ですね。そしてここによく見てください。足が折れてね、骨髄液が外に出ている様子も表現されています。3本足がありますからね、どれぞどの組み合わせということで3通りの組み合わせが考えられるんですけどもね、まあ、これが足だということですね。そしてこの人物の後ろにはですね、まあ、一見すると赤い男性ですけども悪魔の顔が書いてあります。まあ、このような形で神聖な礼拝堂の天井画もですね隠し絵だらけということですね。まあ、その私がこれ2012年頃からこうして動画化して、まあ、皆さんに、ね、お届けしているわけですけども、まあ、そういう目でねいろんな方がこの頃の中世のね、特にミケランジェロ・ダ・ヴィンチのねこうした隠し絵魂をですねあちこちで発表なさっておられますけども、まあ、そういう絵も、まあね、まあ、いろんな説がいっぱい、もういっぱい出てきてますね。ですから、まあ、要するに裏を返して言うと、この天井画の中にはそうした隠し魂がですねいっぱいあるということです。今ちょうどね、システム礼拝堂の天井画ですけども、先日もですねここの全体として見るところに骸骨があるように見えるっていうのを教えてくださった方がいらっしゃいますけども、私どっかでこれ一回触れてるんですけどもね、あの骸骨の顔のようなものが全体として描かれているということです。まあ、要するに、まあ、今日はここでやめてきますけども、要するにバプティストのヨハネの話に戻りますけども、バプティストのヨハネとイエスの関係、まあ、血縁関係で説明してされてはいますけどもね、しかし人間関係といいますかね、いわゆるその憎悪の関係で見るとですね、まあ、バプティストのヨハネはシャマシュエシに対してかなり激しい憎悪の念を持っていたということになるわけです。でユダと、それから裏切り者のユダの方ねと、それからイナナマリアと3人で組んで、まあ、シャマイエスの胸をですね締め付けて殺して、まあ、
拷問して殺したということになるわけです。その様子を表したのがミケランジェロの作ったペーター像ですね、フィレンツェのペーター像でしたか、そのペーター像にも胸にはですね帯が表現されています。それから埋葬のイエスにも帯が表現されています。それからミケランジェロが彫刻したと言われている、瀕死の奴隷ではなくて反抗的な奴隷の方だった瀕死の奴隷の方にも胸に表現されていますね。帯がこうして帯でつながっていきます。4枚の帯が出てきますけどもね、つまりみんな一人の神シャマーシエスタということになってくるわけです。特にフィレンツェ のペーター像を見てください。腕がねじ曲げられてね、いわゆるもう体がぐにゃぐにゃにねじ曲げられて、まあ、拷問を受けて亡くなったシャマシエスを表現してます。ただし手と足には聖痕がありません。ただサンペトロの、ね、ペーター像には聖痕があります。小さな三角形の聖痕がありますけれども、あれは後から辻褄合わせのために誰かが彫り込んだ聖痕だと考えています。これもおかしいんですね。これリビアの巫女ですけれども、男性の乳首を持ってますよね、はい、今丸で囲んでみました。ですからこの角度であるならばですね、女性であるならばですね、乳房が見えても全くおかしくありません。しかし乳房がないんだけども、これをですね男性であるにもかかわらずですね、皆さんはこの人を女性だっていうふうに、まあ、表現してますし発表してますね。リビアの巫女との巫女の子は女という字を書きますからね。ですから女性だというふうに思い込んでいるわけですね。そして背中には、レプタリアン族独特のヒレ背骨が表現されています。まあ、そういう隠し魂ですね。つまりそれこのひび割れもですね、本当のひび割れとフレスコ画ですからね、ひび割れとそれから絵で人為的に囲んだひび割れというのは2種類あるんですよ、ミケランジェロの絵の中には。でこれは人為的に囲んだひび割れなんですね。いわゆる不気味さをこのような形で表現しているということにもなるわけです。まあ、そうした技法手法がですね、シセナ礼拝堂の天井画には描かれているということです。ですから、まあ、シセナ礼拝堂の天井画の、まあ、その人物はですね、男か女か女か男かさっぱりわからないですね。ですからまあ一般的に逆転して考えた方がいいわけです。これは体の皮をベローっと剥いでるんですよ。ジャケットを脱いでいるんじゃありません。でゴボゴボの体ですよね。でこの方もですね、イエスですけども足の皮をベローっと剥いでいます。これの人は乳房が大きいから女性です。イエスには2人の弟子女性弟子がいたということですね。マリア含めると3人ですけどもね、一応カシノの戦いの絵の中ではイエスとここに描かれているのは18人の弟子ということになります。イエスには18人の弟子がいました。12人というのは嘘ですね。まあ、作りミトラ教を習ってね、ミトラの12神12星座に習って、そしてその12の使徒、ディサイプルズをね、まあ、まあ、いわゆるその使徒ですね、人を作ったということになってますけども、18人です。その中にはマリアも含めて3人の女性が描かれています。それを表現したのはカシノの戦いということになります。なんかねもう終わりますなんて言いながらですね、この絵の方が終わらないもんですからね、どん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 つなげて話している感じですけども、まあ、そろそろ50分になりますからね、まあ、ご覧いただく皆さんにとっても、ね、貴重な時間ですから、まあまあ、終わりたいなと思ってますけども、この目なんかにもね縦線一本だけの目が表現されているということです。そしてごぼごぼ子供でもこんな子供風でもですね、ごぼごぼの体をしてた、いわゆる人間ではないということですね。そしてヒレが表現されているということですね。こうしてその、まあ、話戻しますと、私たちは、神から人間に与えられたメッセージを現在今絵画といういわゆるまあ時空を超えた、この人左の人これ女性ですよ、女性の正義が下に表現されてるんですよ、分かりますか。はい、私ミケランジェロの描いたダヴィンチの描いた絵の中で女性の正義が描かれているのはこの絵一枚だと思います。この人は一応イナナマリアですね。これはアゴシチのベネチアーノの描いたその一文字の絵との中に出てくる人物と一致しますね。つまりこれが15、すなわちイナナマリアということになるわけで、神聖数は15です。で腰から下のね、皮をベロッと剥いでいるところです。リビアの巫女ですけどこれは男性ですということになりますね。まあ、同じ話になりましたのでここで終わります。いや終わりましょうね。要するにこういう形で私たちはですね、今そこにある真実を知り始めているということですね。神に近づくためにはまず神の真実を知るということです。かといっても神はですね、私たち何万年何十万年も先を行く方ですから、人間がですね対等になるということは、まあ、1000年2000年1万年はありえないということになるのではないでしょうか。またそういう視点でね、人間も謙虚になってくだらない争いはやめて、そして神の目指して私たちも絶対的な真善美の追求をする、
常に神を目指して、そうした神が現実にいらっしゃるわけですから、いてくださっているわけですから、神を目標にしてそちらに向かって前に進んでいくということですね。高前で、ね、高い精神性を求めて、そしてステージをその都度上げていくということが、私たち人間に与えられた使命ではないでしょうか。またそれがですね、人間のあるべき姿ということにもなるわけです。そうした一連のことをですね、こういう形で神が私たちに教えてくださっているということになります。繰り返します。いいですか。ミケランジェロの書いた、まあ、埋葬と、ね、ダヴィンチの書いた、まあ、いろんな絵と、パブロ・ピカソの描いたゲルニカ、この3枚の絵を比べ検証し、そしてその中からメッセージを引き出せば、神が存在するという物的証拠になるんですよ。ということで今日のビデオでありこれで終わります。バイ。